今回のアジングへ行こうは柑橘王国といわれる愛媛県宇和島が舞台。宇和海沿岸では漁船漁業はもちろん養殖業が盛んに行われ、南宇和の複雑な入り江が混じった地形はまさに魚の宝庫。そんな宇和島でどんな旅が始まるのでしょうか。はい、こんにちは。今回ですね、もう9回目になるんですね。3年目に突入したアジングへ行こうですけれども、四国はですね、松山の宇和島へ今来ました。ちょっと来た途端にこう空が曇っとってちょっと怪しい天気なんですけれども、まあ、あの宇和島といえば、まあ、じゃこ天から鯛めしからいろいろあるんですね。で、美味しいものたくさんあります。まあ、そういったものをまあご紹介するのと、まあ、アジに関して言うならば、アジは漬け足しみたいになってますけど、アジがメインですけども、アジに関して言わせていただきますと、今ちょっと産卵、まあ、かかってる部分と始まる部分と、まあ、これからという、まあ、大体3段階に分かれて地域によって分かれているような感じなんですね。まあ、そのややこしい時期と、まあ、3月から4月にかけてのこの水温の安定しない時期ということで、まあ、非常にその釣り自体が、まあ、難しくはなっているところではあるとは思うんですけれども、うまくいけば簡単に釣れますし、まあ、そういうところを当たることを祈っておりますけれども、まあ、今回ちょっといろいろ見せたい、まあ、西日本の釣り博でいろいろ僕約束したこともあるんで、それもちょっと見せたいなというふうに思っておりますので、まあ、とりあえずどうなるか分かりませんけども、これから頑張ってみますのでよろしくお願いいたします。まずは宇和島駅周辺をぶらり散歩。宇和島は何やら闘牛が盛んなようです。闘牛見えへんやろ。ね、そらあかんな。俺宇和島もう何十回も来てるけど闘牛見たことない。絶対合わへんな。やっぱりあの美味しいものの情報はタクシーのうんちゃんに聞くのがええんかもわからんな。なあ、ちょっとあそこに運転手さんいはさ聞いてみる。早速情報収集。あ、ロケ、はい、今からロケです。いや、この辺でやります。この湾内で、はい、あっちの湾の奥の三浦半島。三浦の前では行かない。今日風が強いから、三浦の方行ったらもう大変なことになるから、この湾内でやります。どうやら釣り好きのお父さん、見てますね。ありがとうございます。お父さん、この辺であのなんか美味しいもんあるとこあらへんですか。美味しいもん、はい、もう今あの鯛めしとかやったら、そこの角屋とか釣り漬けとかね、はい、いろいろありますよ。あ、そうですか。うん、あ、その辺行ったらいっぱいあります。あ、そうです。うん、で、じゃこ天はどの辺がいい。じゃこ天は、まあ、じゃこ天もいろいろありますけどね。まあ、そこの田中かまぼことか、野、はいはい、中とか、はい、ね、その複数言うてもたら僕みんな回らなかな。そこの癒し屋でもあるしね。あ、そうですか。おすすめはどこです。おすすめ、私は、うん、ちょっと遠いとこなんやけどね。うん、うん、まあ、今一番いいのはあれやないかな、田中やないか。あ、そうですか。うん、じゃあちょっとそこ行ってみますわ。あ、そうですか。ありがとうございます。すみませんでした。はい、ありがとうございます。すみません。あ、これあのステッカーです。よかったら貼ってください。はい、ありがとうございました。すみません。はい。有力情報を得た矢部さん、大好物のじゃこ天がどんなのか楽しみで仕方ないようです。俺九州から来てるんやけどな。田中かま、あ、ここや。田中、シャッター降りとるで。定休日のお知らせ、あかんわ。休みやね、今日。わかりました。ほな、ちょっと他のとこ行ってみますか。ちょっとかまぼこ屋さんいっぱいあるやろし。商店街はどうですかね。ちょっと見てみますか。ほな、商店街。なんか、笹屋ロード。宇和島笹屋、あ、キサイヤロードか。キサイヤってどういうことかね。よう来はったねっていうことか。どうしてもじゃこ天が食べたい矢部さん、こうなったら意地でも探します。 あったね、かまぼこ屋さん、河内屋かまぼこさん。あ、少女やらいっぱいあるで。ここにしよ。田中屋さんしゃあない、休んだはるだけ。ちょっと入ってみよう。こんにちは。矢部さんが見つけたのは河内屋かまぼこさん。江戸時代から続くじゃこ天やかまぼこの老舗。うわ、かまぼこも美味しそうやね。揚げ巻きって何や。あ、すいません、ちょっとこれなんです。揚げ巻きって一応して書いてあるじゃないですか。そうです、揚げ巻きっていうのは、はい、一応ね、まあ、あの名前の通り、あのお揚げさん、薄揚げを巻いてるかまぼこなんですけど、はあ、まあ、この愛媛県の中でもこう南の方でしか
まあね、やってへんの、まあ珍しいっていうのと結構やっぱ人気があるので、へえ、でまあ一押しってこの、まあうちではこの揚げ巻きと、まあ、輪島なのでこのじゃこ天と、はい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 、じゃこ天のじゃこ言ったらあのじゃこじゃないんですよね、なんか、うん、もうね結構皆さん多分知ってる方もおられると思うけど、うん、そうですね、あのホタルじゃこですよね、あ一応ね、あのこの何かな、やっぱあの上海とかあの方にもいるらしいんですけど、あそうですか、それとじゃこ天って今食べれるんですか、はいはい、揚げたて食べれます、はいはいはい、いやそれはぜひ揚げたてがあります、ぜひぜひ食べたいですね、まあ、一番はね揚げたてうまいですもんね、うん、その場で揚げられた出来たてほやほやのじゃこ天、ああありがとうございます、はい、わざわざ出来たてです、はい、いやありがとうございます、うわすごい、ほら手汚れへんようになってるし最高やで、あ、美味しい、美味しい、あ、うまっ、これうまいわ、美味しい、美味しい、うん、うまっ、白くないのが特徴ですもんね、まあ、それが美味しい、美味しいですね、ですね、多分ね、食べちゃった、宇和島散策をそこそこに切り上げ、明るい間にアジングへとやってきました。寒波の影響で北からの強風に悩まされる今回のロケ、それに加えて冷たい雨、春らしいとは言いにくい天気、毎回毎回よく吹いてくれますし、今日はまだ雨まで降ってくれてます。今愛媛県はこれあのだいぶ地の果てみたいなところに来るんですけれども、もうあの岬の花の方なんですね、ですから風も強いし雨も強いという状況なんですけれども、まああの今土干潮なんです、で干潮から上げてくるんですけれども、ひょっとしたら昼間に魚が入ってくる可能性がある、まあ岬の花だいたいそういうことがあるんで、でまあひょっとしたらデイで釣れるんではなかろうかというところでここへ来てみました。まあ、かなりあの風はまあ後ろからの風なんで、まあ堤防高いんである程度まではかわせるとは思うんですけれども、後ろからの風というのはだん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 あのベイトを押し寄せるんで、あんまりいい風ではないんですけれども、まあそれでもあの今はどちらか言ったらここの昼間釣れるとしたら魚を追いかけて入ってくるやつがおるだろうというところで、まあベイトパターンではなかろうかというところで、風あんまり関係ないかなというのでやってみたいなと思っております。まあとりあえずあの向こうに餌釣りの人たちがおられますので、手前側のシャロー側からやってみたいなと、もうシャローがいてもそこが見えとるんですけれども、まあ、それでもなんとかなるかなというふうに思いますので、ちょっと今からやってみます、よろしくお願いいたします。ダダ濁りやん中、何も魚が見えへんだってしもたな。漁港が濁るほどの雨、その影響はどうなんでしょうか。ロッドがですね、ガイドポストの、LHR57 というまあ新しいロッドですね、ちょっと白に塗ってあります。今度今先に白に塗ってるバージョンも作ってますので、まあ見やすくなると思いますけれども、でラインがですねピンキーの 0.2 号ですね、でリーダーはジョイントラインの 0.8 号ですね、まあ3ポンドというやつですね、でジグヘッドはですねちょっと追い風なんで持ち上がってしまうといかんので 1.8g、 ストリームヘッドの 1.8g ですね、ちょっと重い目を使ってます。でワームは紅白キメラベイトの紅白ですね、これ昼間強いんですよ、まあ要するにきらめきが結構あるというところで昼間結構釣れるん で、 これを使います。さあどうなるべ、魚がおれば釣れるでしょうけど、おるかおらんかがわからないんで、とりあえずやってみますね。でまあ3方向に打ちます、そんなに投げる必要もないんで手前側におると思いますし、でまずは表層から、表層5カウントぐらいからちょっとテンションホールしています。折れば何らかのアクションが起こってくるはずですので、ちょっと濁りが気になるね。あー可愛らしいな、折ったで、あ外れた折るわ、ちっこいやつ、こんまいやつが折る、こんまいやつが折るね、ちょっと向こう側のシャロー側に折るみたいな、雨の中に追ってくれるみたいね。
今自分の雨で寒いんやね知らんかったけどめっちゃ寒いわ。ほんまに、で今一応テンションホールでずっと、まあ、レンジをこう幅広く探ってるという感じですね。最初の一匹なんで釣れたんかね、なんでかかったんやろ。アジやと思わへんが存在なことしてしまった。この風は良くないな。追い風はね本当にね釣りにくいんですよ。向かい風の方が本当はいい。アジングにおいて追い風はなぜいけないのか。それは追い風によってラインとジグヘッドが持ち上げられ一定のレンジを引いてくることが難しくなるんです。一方向かい風の場合はキャストの飛距離は出ないものの一定のレンジを引いてきやすいのです。まあ、風がないのが一番楽やけどな。それ風がなかったら釣れへんしな。風があるから釣れるんで微妙なところです、ね、そうそう、ありすぎばっかりやがあかんやって、ちょっと加減してくれたらいいんやけど。しかし風は強まるばかり。そしてなんで雨と風両方ね、台風やんかほんまにもう一旦引き上げようかこれちょっとあかんやろもう嫌や、なんでこんなひどい目に遭わないかんね。雨がマシになるまで一時中断。視聴者が日頃アジングで悩んでいることや今さら聞けないアジングの基礎やテクニックなど矢部克実がズバッと答えるアジング道場。いつも楽しく番組を見ています。九州に住んでいるんですがアジがなかなか釣れません。ライト周りで釣りをしていて表層にいるのは見えているのですが口を使ってくれません。これはどうやって釣ればいいですか。まあ2通りあるんですね。口を使ってくれない、まあ要するに産卵で全く食欲がないという場合と、それからまあ活性が低いという時ですね。で活性が低いという時ともう一つあってレンジが合ってないという時ですね。見えてるアジを釣っておられるということですから多分魚に合わせてはおられると思うんで、まあ、その部分はちょっとはしょってもいいのかなと思うんですけれども、基本的にその産卵で口を使わないという時はもうそれをもう見せてやり続けるしかないんですね。だからちょっと軽いめのジグヘッドを使ってやってそのままじーっとしてやるとそのうちその中何匹か食うてくるんですけれども、ものすごいショートバイトなんでほとんどロッドに伝わらないんですね。だからそういうのはもう見ながらかけるしかないということになる可能性もあります。それと活性が低い状態で、まあ、魚が口を使わないというのは本当にこうお腹がいっぱいな状況なんで、これはお腹が空けばまた釣れるというふうになります。それともう一つ、そのライズをしてて釣れないとかいう場合はですね、もうあの水面直下10センチぐらいに魚が、まあ、餌を食べに上がってきてるわけですね。まあ、主はプランクトンなんですけれども、その10センチぐらいのところにジグヘッドを置いてやらないと食わないんですね。そこが問題なんです。30センチのところにあっては食わないんです。だからそのジグヘッドを上に上げてやらなきゃいけないんですけども、これが非常に難しいんですね。でそういう時はあのゼログラを使っていただいて、ゼログラの 0.3 グラムとか 0.4 グラムを使っていただくと、投げてテンションを張るだけでそこに定位しますから、それで食うてくれる確率は上がってくると思います。まあ、そういう対処をしていただくということですね。いずれもあのゼログラを使っていただく方が対処はしやすいと思いますので、一度やってみてください。お願いいたします。どうやって釣ったのか、どうしたら釣れるのか知りたい方は釣りビジョンクラブをチェック。クラブ会員にはもっと釣りが楽しくなるスペシャルな特典が盛りだくさん。釣りビジョンクラブ。